はい、こんにちは。勝手に電力ビジネス分析始めたいと思います。今までいろいろ説明させてもらいましたけれども、まあ5つの D ということが前回ご説明させていただきました。まあこの5つの D ということで電力業界がどういう形に大きな方向として動いていくのかというのを捉えていただいたんですけれども、あとは電力のちょっと特殊性というところですね。先ほどその発電と消費はリアルタイムに合わせないと停電してしまうというところももちろんありましたけれども、そもそも電気ってどういう価値が認められてるんだというところで、まあ一般的に言われているような4つの価値っていうのをご説明したいと思います。これかなり特殊性があるのでかなり理解はしづらいと思うんですけれども、今後この4つの価値の観点からこのサービスはどの価値をどう伸ばしているのか、どう主張しているのか、どういう売りなのかっていうのを見る際にこの4つの切り口で見てもらうと、大抵のですね各社のサービスっていうのは売りがわかるかなと思います。じゃあご説明したいと思います。まずは、1番目キロワットアワー価値ですね。これは実際にエネルギーとして消費される価値になります。まあ何かというと、まあ実際皆さんあれですね、電気をいつもずっと使っているんですけど、その使った量に対して課金されますよね。それは例えば月に300キロワットアワーだとか、その使った量っていうか、その電気を使える使った消費というの価値ですね、その部分を発電した価値というのがキロワットアワー価値と言われてます。まあ、この価値っていうのはどういうふうにやられるかと、皆さんが本当に電気を使うとまさに電気と同じイメージなんですけれども、まあ、その価値はどこで調達してくるのかってなってくると、そこを扱う市場というのが JEPX と言われるような電力卸売市場になります。で、電力卸売市場もですね、実はいろんなまあ株式とかやられてる方はよくわかると思うんですけれども、例えばあの市場でもいろいろいつ買うかといつ取引するかによってですね、市場が分かれていたりします。例えばスポット市場というのは1日前まで、まあ、1日前市場と言われるんですけれども、前日までに、その取引をしていく、次の翌日の電気の取引をしていくような市場になります。で、1時間前というのは直前ですね、1時間前までに電力のその当日というかですね、当日のその1時間後のですね電力の取引をしていくような方式になります。まあ、ここは市場についてはまた改めてご説明させていただきたいと思っています。で、ここの2つ目からですね、2つ目からはかなり電力特殊の、ニーズというか価値になりますので、ここはおいおい多分分かってくると思いますので、いろいろ意識しながら勉強していただければいいかなと思います。次にキロワット価値というものですね。キロワット価値とは何ぞやという話なんですけれども、電気先ほどお話しましたように消費と供給がリアルタイムで同じじゃないと停電すると、まあ、まさに北海道ではすごい残念な事例があったんですけれども、まあ、そういうような性質のものなんですね。一瞬たりとも電気が足りなくなるっていうことが許されないような状況で、いつでも調整できるようにする必要があります。とするとですね、例えばですね、電気を今普段80しか使っていないものだとしてもですね、実際にはですね、やっぱり100とか110とか120とかっていうのを電気のいつでも出せるような電気発電所を用意しておく必要がどうしてもあります。まあ、そこのいつでも出せる能力ですね、それを発電能力、容量や規模って言われるんですけれども、まあ、いつでも出せますよと言われれば出せますよと、実際に今100万キロワットの原子力発電所とか石炭火力発電所とかあったとしましょうと、そこの発電所でも実際に今は60万キロしか発電しないんですけれども、いざ必要になれば100万キロワット発電できますよという場合にはですね、100万キロワットの容量価値があると、キロワット価値があるというような形で言われます。なのでスタンバイするような価値ですね。例えばあのマクドナルドとかで、ね、こんなことないと思いますけれども、いつ呼ぶか分かんないけどですね、年間で呼ばれた時に来てくれるよ、その代わりに毎月ですね、1万円プラスアルファで払うよ、この1万円みたいな、あのスタンバイ価値みたいなところですね、こういうような価値が実は電気というのはあります。まあ、この辺のところはおいおいですね、勉強しながらいろいろ感覚として掴んでいただければいいかなと思います。まあ、これを実は扱う市場としてですね、実は2021年、まあ、2024年になってくるんですけれども、まあ、2020年で以降容量市場ということができて、このキロワット価値というのを扱うような取引するような市場ができてきます。これかなりまた理解は難しいので、ただ容量市場というのは、まあ、キロワット価値を扱う市場なんだなと思っていただければいいです。で、今どうしてんだって話なんですけど、まあ、これは調整力公募みたいな形でちょっと例外的に取り扱いをされているものはあるんですけれども、まずは容量市場というのはこのキロワット価値をやるんだなというふうにニュースを見て思っていただければいいかなと思います。で、次ですね、こちらの方が少しイメージはしやすいと思うんですけど、デルタキロワット価値ですね。デルタキロワットというのは実際に電気はかなりリアルタイムに変動しています。この変動に対してですね、いかに俊敏に合わせていくかっていうのは、実はこれ俊敏に合わせる発電所っていうのはなかなか少ないんですね。
で発電所というのは例えば原子力のものを見てもらったら分かるんですけど、一度止めると再開するまでにものすごく時間がかかったり、調整というのは実は難しかったりするんですね。まあこれ結構技術系の方だと分かると思うんですけど、結局タービンを回して、その回したもので発電していくというような形になっていくので、まあ、そこの出力を上下変動させたりしていくのがなかなか大変ですと。そういう意味なところでこれができるような発電所というのは一つの価値が認められています。でこの実需給時にこの発電所の出力を上下させて短時間に需給を一致させたり周波数を調整したりする調整機能というようなところで、とにかくかなり微妙な違いをリアルタイムに揃えていくような機能ということで、まあ、ここをどういうふうに扱っていこうかというところで、デルタキロワット価値を扱っていくのが今後需給調整市場というようなところ、これ2021年にできてくるんですけども、まあ、そういう価値を、扱っていこうというところでこのデルタキロワット価値っていうのがあります。まあ、かなり今話していてもなかなか伝わりづらいとは思うので、まあ、今後こういう価値があるんだなと頭に入れつつ勉強されるとイメージがつかんでくるかなと思います。で最後4つ目ですね。4つ目は環境価値と言われるようなものなんですけど、これはまあ CO2 のことだと思ってもらえればいいです。昨今そのパリ協定の話もありましたし、 CO2 排出ケースが少ないこと自体が一つの価値に今なってますので、電力を発電する際にいかに CO2 を少なくするかっていうところが、言われているので、まあ、それを価値として顕在化させようということで非化石価値市場ですねというのができまして、まあ、今後そういう非化石価値っていうのを CO2 がないことによる価値ですね、それが扱われていくような世の中になっていくというところで、実は電気はまあこのような価値があって、価値があるところに例えば取引されるようなやっぱり市場というのはできてくるので、その価値とどこの市場で取り扱われているかというところを意識してニュースを見てもらうとより分かりやすくなるのか、理解が深まるのかなと思います。以上です。ありがとう。